バタヤンプロジェクト、よいしょ。よし、早速行きましょう。今日はちょっとビッグダディ風になってます。行きますよ。よし、これもすごい足広がってる風に見えるけど、そこまでこうではないねんけど、まあ、自分の中ではね、だいぶ柔らかくなってきた方で、あの結構あのここら辺のしっかりここも伸ばすように、皆さん、なんせ今月、先月、今月は背中と言いながらも、ここの なんか筋肉の名前知らんけど、ここやから、背中の筋肉と横の筋肉やから何でも伸ばすことが大切やってらしいよ。あ、これもだいぶ強くなってきた。よし、そしてこうやね、もうあれやね、まだまだ先は思ったけど、もうハロウィンのお菓子みたいなスーパー並んでるね。しかも8月の下旬にも並んどったよ。早ない？気が早ない？もうただ今年はもうハロウィンパーティーみたいなんとかって結構難しそうやな。もしやるとしても、なんかマスク言うたら、あのなんかマスクをいろいろ、ここが痛いな、痛いってことは、こっちもうちょっと伸ばしておこう。よし、よしね、言ったらスパイダーマンみたいなのが流行るんかな。うちもなんかもう子供が、一番上のお兄ちゃんはハロウィンみたいなの仮装もしなくなってる。で、一番下の子はなんかドレス着たりする、アナ雪やな。 100% アナ雪です。今、去年着てたやつ入るかな。でもいろんなお友達から、よいしょ、レコは完璧につく。お友達からいろんなドレスみたいなのをさ、もらったりするから、それ着てもいいかもね。ただハロウィンパーティーって友達同士で集まるへんから、着ることもないのか。だから今年はもうハロウィンとかそういう仮装のお洋服売ってるところがそんなに売れ行きが悪いんやろうな。ちょうどバタヤンチャンネルの宴会の時がハロウィンの前日やねん、バタヤン宴会。なんか私仮装しよっか、一人で。何しよっか、これでええんちゃう、ビッグダディの仮装。誰が、何やそれ言うやつ。なんか、なあ、それか赤いジャージ着てカジサックとか、なんかよう分かれへん。なんかそんなんでもいいかもしれん。どんな仮装がええんかな。44歳の仮装言うたら、もうちょっと、なかなかなもんがあるよね。なかなかなもんがありますよ。だからママとかが集まるときは、みんな可愛らしいかぼちゃのお化けのなんかちょっと羽織もしたりさ、あとちょっとおしゃれなママはここにお化けのピアスみたいなしてみたりさ、可愛らしいわみんな。でもみんな全員100均やで、そこは偉いよね。やっぱもうそんな何回も使えへんもんにみんなお金はかけないよ、ママは。子供にはちょっとでもええやつみたいなんで、みんなお金ちょっとかけるけど、自分はもう100均でやりますパターンやな。よし、ここもしっかりね。もうこれだから今も運動の前だけじゃなくて、ちょっとテレビ見るさ、この時も背筋伸ばした方がいい。こうやってこうやってこう丸めがちやけど、背筋伸ばした方がいい。なんでも見た目美しく、見た目美しく。よし、でここもしっかり腕のとこ伸ばしておきましょう。熱っ、熱っ。こんだけしかしてないのにもう熱いよ。今からが先思いやられます。熱っ。よし、グリーン行こうか。あー気持ちいい、グリーン。よし、
こういうところでもあんま伸ばせへんからな、普段。あとついでにこうやって手首のここを伸ばす。こんな意味あんのと思うけど、意味のないことはない。何かあるはずだ。やっぱね、いろんな手首、足首、どこでも柔らかくしてる方がいい。やっぱさ、普段伸ばせへんようなところなんでも、ハンでも伸ばす方がいいみたいで。よし、ほんならプランクから行きましょうか。ラスト30秒、腰振り無理な人は普通のプランクで結構ですよ。よーい、スタート。よし。もうプランクの始め全くできなかった方が、ちょっとずつできるようになってきた方もいると思います。ちょっとずつできるようになることが大切やから。だから初めはこうやって休憩して、もう一回やって、休憩してってやってもいいから。ね、最近、もしかして今日始めた方がいらっしゃったら。ほんで、初めは5回休憩してたけど、それが4回になり、3回になり、はい、腰振ります。もう最終的には腰も振れるようになってくるから。私初めこんなん絶対できへんと思ってたけど、できるようになったから。よし。オッケー。アスパカ。じゃあサイドプランク。何を急に終わらそうとしてる。横プランクでな、最後10秒をこうしてみようか。最後10秒だけ。だから今日腕なし。いきますよ。やっぱラスト15秒にしよう。よーい。今はこのままでいいけど、最後、こうね。こう。最後15秒。最後15秒やで。まあ、一回もできへんかもしれへんけど。暑い。もうなんでこんな暑いの？もう。だからハロウィン、汗かきババアっていう、なんかサウナスーツ着て、汗かきおばさん、汗かき妖怪、汗かき女とかそういうのでもいいかもしれない。サウナスーツ。サウナスーツとかあったな、昔。今もやんのかな、そういうのを着て、なんか痩せますみたいな。はい、15秒、よし。きついな。オッケー。反対。きついな。きついけど意味はある。意味はないことはない。ちょっとまた明日ちょっと新しい筋肉痛が現れるかもしれないよ、これ。できない人はもう普通のサイドプランクだけで結構ですよ。横プランクだけで。いきます。よーい、ピッ。腰とか。なるべくここを伸ばしたから。よし。そうや。サウナスーツってあった。私も着てた気する。ほんで、もう汗びっしゃびしゃなって、で、洗うのが大変やった気するわ。なんか、水をはじくから、干してもなかなか乾けへんかった。どうやったかな？なんかあったよね。そんな私昔買ったわ。20代の頃。あった。あと、トカちゃんベルトとかも買うてたしな。あったな。私が昔よう行ってた。さ、銭湯はサウナで普通に雨がっぱ着てるおばさんおったで、しかも5人ぐらいの軍団で雨がっぱ着てずっとサウナで、あ、もうみんな15秒や、あ、どうぞ。喋ってるところ忘れてま、よし、あ、痛い。だからちょっとこのくびれに効きそうな感じやな。よし、あの、雨がっぱの人、今もまだカッパ着てますか？じゃあ行きましょう。横パカクロス。行きまーす。よーい。い。ね。でもあれ。
サウナも入りすぎたらあかんのかな。めっちゃサウナ入って水ば浴びて水風呂入ってっていうのをその軍団のおばさんがずっとやってんのよね。私がたまにしか行けへんかった銭湯やけど、行った時に必ずそれやってたからずっとやってはんやん。よし、あと半分ぐらいですよ。わお、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 ふぅ、OK。 はあ、よーい、い、はあ、暑、こんな暑かったって。私も更年期障害なんかなって言うたら、更年期障害、私結構足曲がってんな。これ足まっすぐしたら余計しんどいんかな。ああ、しんどいわ、足まっすぐしたら。どうせやって足まっすぐしようか。ああ、しんどい。よし、ラスト20秒いくぞ。よし、来た。俺行こうか。ふぅ、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 ファオファオ、あ、謎の掛け声、ファオ、熱い。よっしゃ、腕立ていこう。バストアップ、腕立ていっちゃいますよ。いきます。せー、20回ね。せーの、1 2 2 3、4 5 6 7 8 9 10ラスト。よし、ここから10回だけいける人がいきましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK。 暑いわ、暑いわ。これいきますよ、30回。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
25、26、27、28、29、ラスト OK、 よっしゃ、背中サーキット5分いっちゃいましょう。今日24時間のうちのたった5分、今から行きますよ。用意ピーしてから両手両足上げますよ。今から5分頑張るぞ。おーピー、よし、両手両足上げね。よし、これね、よし、はい、来た。自分のペースでゆっくりでもいいですよ。私より速い人おるかもしれない。はい、残り半分。熱い。よし、次は平泳ぎ、平泳ぎします。ここの脇肉のところを意識しながらしっかり引く。ここしっかり引く。腰痛い人はあんまり上げなくて大丈夫。脇のところ、ここを意識しながら。引いて、引いて。よし、次は膝ついたままサイドプランク。これで手を伸ばして引く。ここに効いてるか自分で意識しながら。ここにも効いてますから。斜め後ろに引く感じで。よし、反対。よし、始まるぞ。よし、膝つきプランク。はみ肉のところを意識して、ぐーっと伸ば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 して、あの中、よし、次は逆プランク。これでまっすぐにして、これ これもお腹もお尻も背中も意識して
30秒切りました。あああと7秒オッケー、熱い、お疲れー、チュレイ、あー疲れた、よしストレッチ行きましょう。腰もあるからちょっとこうやっといて、ぐーっと伸ばそうか腰を。よし、あー気持ちいいな、運動するって気持ちいいですね。よしよっしゃ、よくウォーキングってあるや、ウォーキングいいとか、やっぱウォーキングも効率よくやるためには綺麗な歩き方で歩かないとあかんらしいわ。この前ね、信号待ちするときにマラソンやってるおじいちゃんって70歳で、信号待ちやから信号フュフュフュってこうそんな場所もにしてんねんけど、青信号になった瞬間ブワーってすんげーダッシュやねん。と思った、ずっとそのペースで走ってはるわ。あれ70歳の私は見えたけど、ほんまは25やったのかな。あんなダッシュ、いやもう 100m だけ出しちゃうで、ずっとあれ道なんか一本道やったけど、ずっと走ってはった。チャリンコで行ったも追いつけんかったわ。よし、いやストレッチ行きましょう。よし、ここ伸ばしてね、はあ、あの走りはちょっと私は自転車でも追いつけへんぐらい、ほんまにむっちゃ速いねん。ほんでそれこそ姿勢いいねん。あれもともとそういうマラソンランナーの人やったんかな、昔プロの選手やったんかな。あれなんか趣味で始めたマラソンの走りちゃうのよ、むっちゃ速いのよ。もう 50m 走みたいな感じのダッシュや。それをずっとやった花の人、1キロだけ走ってんのかな、どういうあれやろ。すごい体力、すごい体力や。よし、あ、なんか胸つくな、これ。やっぱな、体温まった後ってやっぱお風呂上がりにストレッチがいいっていうのと一緒だけど、やっぱ体温まった後はつきやすいわ。もうね、ちょんって乳首だけついた感じ、ペンって感じじゃないか。よし、まあ、ノーブラでやってるわけではございませんけど、よしよし、この時もなるべく姿勢をまっすぐ、よし、ここを伸ばして、よし、普通じゃあ半袖でやれよって感じやねんけど、逆に言うたらまあカッパ方式やわな、雨がっぱ方式、ちょっとでも汗をかくようなでいたいみたいな。でもほんまにめっちゃ細い人ってさ、タンクトップでお腹丸出しでなんかスパッツみたいなんでやってはるやん。あれ私、あれはさすがにちょっとあれは無理やろあれはちょっとあかん、警察にちょっと通報されるレベルやからな、それは。この時も背筋を伸ばして、なるべくこの足をお尻にひっつけていけばいくほどここが伸びると思います。初でも汗かくって言ったら毛穴から汗が出てるわけやから、毛穴きれいになってるやろね、なんか思えへん、まあ、すぐにパーってこうシャワーでも浴びたらやけど、そのままにしてたら余計あかんのかしら。そうね、でもコアリズムっていうのやってるときはほんま体ツルツルになったわ、すっげえ汗かいたから、またコアリズムもやりたいな。週に1回ぐらいなんかそんなんやってもいいかもしれない、楽しく。よしよし、どうなりましたか。よし、こうしときましょう。よし、あとこう持って腕
横も伸ばしながら腕も引っ張って、しっかり伸ばして、もうさ、こういう時、もうおばはんやな、これ。若い子はどういう、とかやるのかしら、若い子は。ふーってやるのかしら。私はもう、こういう感じ、うめき声みたい。よっしゃー。気持ちいい。よし、両手に上げて、ぐっと後ろ引っ張ってきます。よし、よし、これはね、うちの旦那がこんなの全くできへんの。まず手と手が持たれへんの。何やろ、肩が硬いのか。硬いんやろな、やっぱり。その割には肩こり。私も肩こりそんなないもん。肩こるときあるよ、なんか。なんか変な縫い物ずっとしとかなあかんかったときもある。やっぱり肩が下手なんか。おしまいだ。はあ、皆さんどうですか。すっきりしましたか。朝やってる方、お昼やってる方、寝る前やってる方、いろいろいらっしゃると思いますけれども、しっかり続けましょう。もうだいぶ続ける習慣もできたでしょうか。もうしんどいと思ったらプランク1分だけでも結構やと思いますね。なんか今日もプランクだけの日もあったり、とにかく、3日に1回でもいいし、とにかくなんか続ける、1週間に1回でもいい、1週間に1回も続けることやと思いますので、運動を自分のペースで続けましょう。それではこれを明日もやってください。ほなねー。こうやっとこうか、腕痩せそうやから。バイバイキーン。